武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は北里大学の医学部医学科の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間が2科目100分で題問3つという形になっています。そして全てマーク方式ですね。マーク方式なんですが、ここは他の理科と同じく結構その一個一個の問題に対する選択肢が多い形となっており、この選択肢もさらに紛らわしいのが多いためですね、読み間違いを起こさないようにっていうところに意識を向ける必要があるかとは思います。で、一個一個の問題の難易度は、他の理科と違って計算が少ない分、ちょっと基礎的な部分よりも標準的なレベル、要はマーチレベルの問題の、割合が多くなっているかなとは思いますが、ただとはいえ難問と言われるものはほとんど出ておらず、基礎標準的な知識がちゃんと一通り入っているかどうか、という点ですね、が重要になってきます。で、割とその用語の細かい部分というか、その用語の説明の部分がうろ覚えになってるであろうポイントを結構ついてくるような設問を、出してくるので、この過去問に入った時点で一旦その基礎とか標準でやった問題集をやり直しして、ちゃんとここで聞かれてるようなことを正確に覚えてたかなみたいなことを意識して学習し直す習慣をつけた方がいいと思います。おそらく過去問に入り始めた時点だと、まだそこまで気にしてなかったなみたいなポイントも結構あるはずなので、そこをさらい直してしっかり全体的に入試で解ける力まで高めるという意識をね、持っていきましょう。入り始めた時点で解けないことはあまり気にしなくていいかとは思います。ただここまで要求されるんだなって基準を早めに学んで、その基準でしっかり参考書をやり込んで、解けるように意識して学習をしてください。以上が生物の勉強となります。